古代ペルシアにおける伝統的な水源とは、具体的には、イランにおけるカナート、カーリーズとして知られる、用水路の特殊なネットワークを意味する。古代ペルシアの広大な土地においては、大きな河川は、ごく稀な存在であった。ほとんどの河川は、季節的なものであり、伝統的に、都市集落のニーズに応えることはできなかった。何年にもわたり、都市集落が成長していく中で、 局所的に掘られた深い井戸では需要に対応できなくなり、カナートやカーリーズの体系的な屈作につながっていった。伝統的なペルシア建築において、カーリーズは小さなカナートで、通常は都市の内側にある。カーリーズはカナートを最終目的地に届けていくものである。テヘランのニアバランにあるカーリーズ。イラン国立図書館の敷地に水をまくために、 使用されていた。カナートの起源を初めて研究したのはヘンリー・ゴブロで、その著書、カナート、水を得る技術において、古代のペルシア人は、甲府たちにとっては邪魔となっていた水を利用して、カナート、またはカーリーズという名の基本システムを設立し、農地に必要な水を供給していたことを述べている。ゴブロによると、この技術革新が現在のイランの北西部、 トルコとの国境を接する地域で行われ、後に隣接するザグロス山脈に導入されていったという。ペルシアのカナートの歴史は何世紀、時には何千年も前に遡るもので、イラン中央部の都市ザールチには最古で最長のカナートがあり、他の3000年前のカナートがイラン北部で発見されている。カナートはほとんどが標高の高い場所から来て、 都市に達するとカーリーズと呼ばれる小さな地下運河の分散したネットワークに分割されていった。カナートと同様に、これらの小さな運河は地下にあり、汚染が非常に少なくなるように建設された。数千年前に建設されたこれらの地下水路は、蒸発による損失がなく、汚染の恐れがないため、飲料水に適していた。しかしその後、ペルシアの土地では、都市がさらに成長し、 カナートでは住民のニーズに応えることができなくなる。この時期には裕福な住民がアーブ・アンバールと呼ばれる私有の貯水池を建設し始めていた。フィン庭園にあるこのカナートはソロモンの泉と呼ばれ数千年流れていると考えられている泉からのもの。古代からシアルク地域に水を供給していたと考えられている。20世紀半ばには およそ5万のカナートがイランで使用されていたと推定され、それぞれ地域の人々によって維持管理がなされてきた。これらのうち1980年の時点では2万5000のカナートが引き続き使用されている。イランの東部と中央部では、降水量が少なく永久的な河川が流れないためにカナートが最も多く見られるが、降水量が多く、 高級的な川が流れている北部と西部には、カナートは少ない。特にラザビーホラーサーン州、南ホラーサーン州、イスファハン州、ヤズド州に多くのカナートが見られるが、排水の面では、イスファハン州、ラザビーホラーサーン州、ファールス州、ケルマン州の順となっている。最古かつ、最大のカナートの一つは、イランのラザビーホラーサーン州のコナーバードにある、コナーバードのカナートで、 このカナートは、カイホスローのカーリーズとも呼ばれている。建設されたのは、紀元前500年から紀元前700年の間で、2700年を経ても、いまだに4万人近くに飲料水と農業用水を提供している。427の井戸があり、中心にある井戸は360メートル以上の深さがある。全長は33,113メートルに及ぶ。2007年に、 ユネスコ暫定世界遺産のリストに追加され、2016年には、正式に、ペルシア式カナートという登録名のもと、他のいくつかのカナートと共に登録された。カリステネスによると、ペルシア人は、紀元前328年には、水時計を使用して、農業用管外のために、カナートから株主に水を公正かつ正確に、分配していた。特に、ゴナーバードと、 ズイーバットのカナートでの水時計の使用は、紀元前500年にまで遡る。水時計は、ペルシア語では、フェンジャーンと呼ばれ、より正確な現在の時計に置き換えられるまで、農民が考えのためにカナート、または井戸から水が供給されるべき量、または時間を計算するために最も正確で、一般的に使用される、掲示装置であった。後には、ノールーズやヤルダーなど、 イスラーム以前の宗教の正確な祭日を決定するためにも使用されていた。フェンジャーンはカナートの権利者たちがそれぞれの農地に供給する水の時間の長さを計算するための実用的で有用な道具であった。カナートは乾燥地域における農業と考えのための唯一の水源であったので公正で公平な水の分配が非常に重要であった。そのため、 非常に公平で賢い年配者が、ミールアーブと呼ばれる管理者に選ばれた。少なくとも二人の常勤の管理者がフェンジャーンの数を制御及び監視し、日の出から日没まで、昼と夜の正確な時間を告知する必要があった。なぜなら、権利者たちは、通常、日中の水の権利者と夜間の水の権利者に、分かれていたためである。フェンジャーンは、 水で満たされた大きなポットと中央に小さな穴のある湾で構成されていた。湾は水で満たされていき、いっぱいになるとポットの底に沈む。すると管理者は湾を空にして、再びポットの水の上に置き、瓶に小さな石を入れて湾が沈んだ回数を記録した。水時計が置かれていた場所と、その管理者はまとめてハーネ・フェンジャンと呼ばれていた。通常、 このハーネフェンジャーンは、公共の家の最上階にあり、日の出と日の入りの時間を確認することができるようにし、および東向きの窓があった。アストロラーベという別の時間管理の道具もあったが、それらは主に迷信的な信仰に使用され、農民の暦としての使用には実用的ではなかった。ズイーバットとゴナーバードの水時計は1965。 年まで使用されて、現代の時計に置き換えられていった。古代ペルシアの水時計ゴナバードのカナートの水時計、ゴナーバードのカーリーズマリーイスラミー、イーラン、MK ピアーニア、964から454から093、シュズベン964から454から093、X、マイヌドルオアバブヤリン、クルリーズ、マハミドアリ、 タハパブリケーションズ、サードプリンティング、キャスビン、1381-9646228615、ISBN-9646228615、キャスビン、アイナ、イートリック・バタビアット・アイラン、ヘイツラティ、マハミド・アリ、サゼマン・イー、イラン・アルディ・バ・ジャダーソン・ガーディ・パブリケーションズ、キャスビン、1382-9647536356、 ISBN 9647536356サイマー、イアストン、アイコスウェイン、ハジ・エーキュー・エーモハンマジ、アッバース、タハ・パブリケーションズ、キャスビン、1378、9646228097、ISBN 9 6 4二2 2 8 0 9 7メマリ、イエービー、アンバー・ヘイシャイー・イーキャスビン、メマリアン、 ゴールム・ホジーン、アサル、ボリューム35、イラン・カルチュラル・ヘリテッジ・オーガニゼーション・パブリケーションズ、テロン、サイナー・イート・リッキー、ボネイエー・シャー・イ、キャスビン・ババナ・ハイアン、セアギー、ドクター・シード・マハミド・デビア、イラン・カルチュラル・ヘリテッジ・オーガニゼーション・パブリケーションズ、キャスビン、2002、9647536291、ISBN9647536291、オールド、 ウェイズ・オブ・ウォーター・マネージメント・スプリング、アップ・アゲイ・ン・アレット・リージョンズ、M.J. ストラウス、インターナショナル・ヘラルド・トリビューン、オーガスト20、2005、ウォーター・ディストリビューション・マネージメント・イン・エンシェント・イラン、サイエンティフィック・マガジン、ジャーナル・オブ・サイエンティフィック・リサーチ、ユニバーシティ・オブ・テロン・岡崎ザキ・マカ、カナート・イランの地下水路論争者、1988年。小田武夫、カナート研究の展望、 人文地理36巻5号、433から455ページ、1984年。小堀岩尾、ート推理体系の成立、明治大学社会科学研究所、企三31巻1号、95から104ページ、1992年。小堀岩尾、乾燥地域の推理体系カナートの形成と展開、大名堂、1996.5。 明治大学社会科学研究所総書。ありがとうございます。